4分間に全てをかけます。おっちゃんましんます。今回は福岡市城南区荒江にやってまいりました。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとシングルロックでございます。靴を揃えて目の前にシューズボックスですね。鏡はありませんでした。こんな感じのシューズボックスでございます。2020年9月に完成したオートロックエレベーター完備のマンションでございます。室内洗濯機置き場がございます。スリッパお借りいたします。はい、キッチンですね。キッチンの横に冷蔵庫のスペースございまして、コンセントが上にあります。まあ、単身用の2段タイプのサイズかなと思います。シンクと調理スペース、ちょっと立てね、うまいことお願いいたします。照明ついて2口のガスコンロが設置されております。ガスの種別はプロパンです。上部には換気扇と上部収納ですね、下部収納もございます。西鉄じゃない、地下鉄空港線西陣駅まで徒歩15分、地下鉄七隈線別府駅まで徒歩15分と、両方とも15分の立地でございます。給湯のリモコンこちら。西鉄バス荒江バス停まで徒歩1分、目の前がバス停ですね。なのでバス使われる方にはすごくいい場所かなと思います。廊下にクローゼットがありますね。今回ペット化です。犬様猫様それぞれどちらも OK となっております。猫様大好きな方には歓喜の物件でございます。お手洗いですね。温水洗浄便座が設置されておりまして、上部には棚と換気扇でございます。デザインクロスが一部採用されております。うん、こちらがパウダールームですね。独立洗面台が設置されております。鏡ついておりまして、ここにちょっとだけ棚がありますね。こんな感じのパウダールーム、非常に珍しいですね。実はね、今回の物件、いや、もうちょっと我慢しよう、はい、シャワールームですね。バスタブがないんですね。シャワールームタイプでございまして、まだ内装が終わってないんでちょっと汚れてますけども、上部に換気扇が設置されております。シャワーヘッドはこんな感じ。バスタブがない、バスタブがない。そしてが狭いのかな。 4.22 畳でございます。いや、ちょっとね、この間取りを見た時にやっぱちょっと一回は行ってみたいなと思って、 4.2 畳ですね。 4.2畳の洋室プラスシャワールーム。ミニマリストじゃこんなお部屋に住んでるんでしょうか。皆さんどうなんですか、教えてください。いや、 4.2 畳、まあ僕は住めますね。はい、意外と広かった。意外とデザインクロスが採用されておりまして、テレビモニターフォンとエアーコンディショナーが一機設置されております。バルコニー、もうちょっと狭いパターンなかった。バルコニーですね、奥行きがありますね。やっぱ椅子を置いてちょっとここでゆったりするっていうパターンもありですね。西向きのバルコニーでございます。洗濯物を干せます。国道263号線沿いですね。263沿いでございます。交通量は多いですね、目の前ね。非常に西陣まで15分なんでですね、歩いていく方もかなり多いんじゃないかと思います。さあ、今回のペットカーミニマリストさん好き物件ね、ちょっとわからないけど、でも築浅で、あの、狭くてもいいんで、築浅に住みたい方にはすごくいいかもしれないですね。あとは、犬様、猫様、OK です。今回の物件の気になるお家賃は、5万1000円、管理費5000円でございます。この物件が気になった方は、マハロハウスまでお待ちしております。